アフリカの燃料不足、インフラは大事。いやこれね、うん、いやこれは地政学の話、はい、まあ、地政学の話でもありますし、うん、まあ、皆さんにこれちょっと知っていただきたい。いや、インフラって大事だなと思ってます、はい、現在ですね、うん、アフリカ、うん、これあの近代経済の、うん、モダンエコノミーのですね、はい、生命線である経由、うん、まあ、要するに燃料です、ガソリンも含めて、はいはい、全く今足りなくてですね、うん、今大変なことになってるらしいです、まあ、小麦が大変っていう話はまあずっとしてるじゃないですか、うん、はいはい、なんですけどそれ以上に燃料が今足りないそうです、うん、車を動かす。いや、それはでも世界中どこもじゃないですか、値段が上がってる。あの値段が上がってる。でアメリカなんかも、ね、まあ、渋々それでもまあ燃料自体あるのでそれ入れますけど、うん、はい、うん、あのアフリカの場合、特にサブサハラアフリカと言われるその、サハラ以南のアフリカ などが、うん、はい、まあ、非常にひどいことになってるらしいんですよ。なるほど、はい、ということをですね、エコノミストがまあ一応書いててですね、いろいろあったんですけど、詳しく、他のやつもちょっと調べてみたらですね、うん、じゃあなんで燃料不足になってるのかということなんですけど、うん、はい、理由を説明しているのはやっぱりいろいろ見ていくとですね、うん、行き当たったのがインフラ不足だったと、うん、まあ、これに尽きるという話だったんですよ。あ、じゃあ、今回のウクライナ戦争じゃなく、はい、うん、どっちにしろインフラがないから、うん、あ、そうです、そうです、車が増えても、うん、その分の、ガソリンを入れることができてなかった、できてないという、あの要するにもうそもそも脆弱なんでという話です、うん、ちょっとね、いくつか理由をまず聞いていただきたいんですよ、はい、うん、まず最大の問題、はい、石油ってほらやっぱ中東の方から持ってきますよね、はいはい、まあまあ、うん、取れるとこもあるんですけど、ナイジェリアみたいに、はい、なんですけど一応その外から持ってくる。でタンカー来ますよね、うん、でちょっと写真をすいません上げていただきたいんですけど、うん、日本の場合とかタンカー来ても、うん、この横浜とか川崎とかですね、はい、まあ、東京、あのブラタモリでやってましたけど、うん、はい、タンカー来てもそこに横付けできるわけですよ、うん、20万トンのタンカーとか、はいはいはい、日本なんかも12時間に1回20万トンのタンカー入ってきてっていうことやってるんですけど、これそもそも港湾施設が、うん、まあ、アフリカの場合ちょっと、まあ、貧相なところがいっぱいあるわけですね、はい、まあ、ちょっと別の言葉でクソなところがいっぱいあるわけですよ、はい、あの港湾施設が、はい、で例えばどういうことかというと、まあ日本横浜とかだったら20メートルの喫水でも OK で、水深20メートルあるから、でかいやつが喫水ってその、はい、めちゃめちゃいろいろ詰めても浮かぶじゃないですか、うん、だから船底が下あの擦らないところがいっぱいあるんですよ、はい、うん、ところがアフリカの場合はですね、これ左ちょっとこれ極端ですけど、まあ、そもそもそこの、うん、浅い船しか入れないっていう状況なんですよ、はい、左みたいな、うん、これちょっとこれわざこれ写真のセレクトがひどすぎますよ。いやいやいや、どこですかこれって。いやいやいや、つまりアフリカの港ですよ、ね、タンカーとにかくタンカーが入らないんですよ、はい、でそうするとどうするかというと、うん、沖合のとこにタンカー止めて、うん、そこから少しずつこう、うん、持っていくしかない。どうしようもないな。いや、どうしようもないですよ。効率がめちゃめちゃ悪い、うん、この船で運ぶんじゃないですか。はい。いやいやいや、これにガス入れたら爆発しますよ。これ、一斗缶に入れて。一斗缶入れない。これで運ぶという。いや、まあまあ、まあ、極端にはそういうことですね。はい、あともう一つですね、うん。石油生成施設が国内にないんですよ。うん、普通原油管タンカー連れてきて、うん、そこからその精製してガソリンにしたりとか、うん、ナフサとかそういうのにやったりとかってするじゃないですか、はいはい、アフリカの場合はそもそもそういう石油精製施設がないので、はい、国内に、うん、精製したやつをそのまま高いやつを持ってくるしかないんですよ。そうですね。そもそもそうすると、高価なものを輸入するしかない。しかもそれが 70% ぐらい、うん、100あるうちの70ぐらいがそういう生成した形で持ってこないとダメっていう。いや、でもこの技術は、うん、生成技術はかなりの国になくてですね、うん、イランとかイラクとかでも、あ、そうですね、石油は原油、はいはい、ありますよね。原油っていうか石油あるけど一回輸出して、うん、そっからガソリンとして入れなきゃいけないっていう技術が全然ないっていう。いや、お前らそれ出てんのに何年も何やってんだよと、うん、っていう話なんですよ。まあまあインフラなんですよ。だからインフラなんですよ、ね、核開発より先にそっちじゃないのともっとやることあるだろう、まあ、その通りなんですけど、はい、いや、それなかなかいろいろ技術的な問題で、うん、他国にわざわざマージン払ってどうすんだと、はい、ということですね、はいはい、あとそれとですね、うん、スポットでほら浮かんでる石油タンカーってほら日本の場合とかもそうなんですけど90日とかの備蓄とかはできるじゃないですか、うんうん、やっぱアフリカのそういう国ってやっぱ備蓄はできないので、はい、外に浮かんでるタンカーをスポット買いするとかってやらなきゃいけないんですけど、うん、はい、それがやっぱできない、うん、だからスポット例えば買い負けて、うん、そのタンカー沖合に浮かんでるタンカーが別のところアジアの方行っちゃうとか、はいはい、あるのでダメっていう。でそもそも一番やばいのがですね、うん、キャッシュがないんですよ、うん、
まあ、キャッシュが不足してます。そうすると、何をするかというと。これ、インフラ大事じゃないじゃない。もうキャッシュ。いや、もうキャッシュもない。キャッシュもない。インフラもキャッシュもない。いや、キャッシュもインフラのうちの一つじゃないですか、もう。究極言っちゃうと。いや、もう、そもそももう、どうしようもない。でも、総合力がない。っていうことですかね。いや、もうじゃあ、これ、インフラ関係ないやんって勝手にあるじゃん。でもね、うん、キャッシュがないじゃないですか。はい、そうすると、うん、これ、ほら、それ貯めておく、はい、施設も何もないので、うん、はい、ひどいんですけど、これ残念なんですけど、うん、買う燃料の量減らすらしいんです、うん、これひどくないですか、これ。でもこれダメじゃん。だから100買える、はい、100必要なところなのに、うん、お金がないからって50にするっていう、うん。いや、我々日本からしたら、借金とかしてでも100入れますよね、普通に。それができないんですよね。まあ、僕は割とこういうことは起こってるっていう想像を昔からついてましたんで、はいはい、だから、昔ね、人口これから増えるのもアフリカだけだから、うん、アフリカの時代来るよというふうに言う人とかいたんですけど、うん、いやいや来んでしょうと、これは来んよねと。いや、インドだってなかなか来ないんだから。まあまあそうですね、そうですね、はい、それブラジルもずっと言ってましたね、はい、ブラジルは、うん、50年後には世界一だと。あ、そうそう、はい、50年前もそうだったという。食料もある、はいはい、燃料もある、そう、燃料もある、はい、全てあるんですけど、燃料もなくなったんだよね確か。あ、そうでしたっけ。油田は割とつけた、はいはいはい、ベネズエラとか上の方にありますよね。そうそう、上の方はありますね、はいはい、そうですよ。なで、うん、ほら、買う燃料の量をキャッシュがないからといって、そのキャッシュで買える分だけってことを買うとですね、うん、半分しか入れられないみたいな状況になるんで、うん、燃料不足になって物流も停滞するという状況です、はい、これはだから結果として、またこれ小麦の話の時も言いましたけど、アラブの春がまた来ちゃうかもしれないという状況ですよね、うん、あ、だからこの見えないところ、これ累積戦略の話ではないんですけど、うん、日本ってやっぱりこの辺をしっかり先人の人たちが、先輩たちがですね、頑張ってとりあえずインフラしっかりしよう、石油生成施設しっかり国内に入れようとかいうのをかなり地固めはしてくれてたんですよね、うん、今まで、はいはい、ところが最近やっぱりほら火力の方もちょっとやめちゃってるとかいろいろあるじゃないですか、まあ、地震でねちょっと止まってるって。日本はね、はい、バージョンアップをちょっと昭和の終わりに本来しなきゃいけなかったんですけど、平成昭和で全然やってないんですよ。だから釜山に取られたりとか、うん、ありますね、はい、港湾施設の方もね、はいはい、港湾ね、横浜とかも全然ダメですよ。土日休みとかでしょ。あ、そうなんですか。今24時間シンガポールはね、365日、はい、開けろと今うか動いてますけどね、熱海の社長じゃないんだけども、はい、港にはそれは開けてやんないと、そう、組合ができてて働かないとかあるわけですよ。ちょっとね、そのインフラはもう絶対動かなきゃいけないんだけど、そうですね、その辺ね、でインフラってやっぱ見えないじゃないですか、うん、で見えないからこそ大事っていうのはやっぱあるんじゃないか、はい、まあ、昔の日本はそういうの分かってたんで、うん、しっかりやってたんだと思うんですけど、だから、まあ、中国の、ね、港に全部負けちゃってるわけですよ、はいはい、確かにね、まあ、韓国プサンにも負けてるし、はい、でこの話をですね、はい、普段はあんまりここに出てこないんですけど、うん、はいはい、あの方にですね話をしたらですね、うん、学生時代に、うん、俺もこのアフリカみたいなことをやってたっていう人がことをなんかコメントいただいたんですよ。あ、そうですか。どういうことですかって言ったら、うん、ほら定期代買えないじゃん、うん、でお金がやっぱ定期代高いじゃないですか、はいはい、お金をまあ親とかからもらうんだけど、うん、このお金なんかちょっとなんかいいもの食べちゃったりとか、うん、なんか、はいはい、おもちゃ買うとかなんかいろいろやって、うん、趣味のおもちゃ、おもちゃじゃないの、なんか趣味のものに使うとかね学生時代おもちゃ、あ、パチンコやっちゃうとかね、いろいろやって使い込んじゃう、はい、使い込んじゃう、で使い込んじゃったらやべえどうしよう、まあでも定期代高いんだけど毎日切符で行けばいいかなっていうことで、うん、切符買ってるんですけど結局最終的には割高になるじゃないですか、切符買ってて行くとそうすると学校に行かなくなるっていうこれちょっとアフリカと同じ話なんじゃないのって、ね、そう、はいはいはい、ありますよね、こういう話。あるね、あるあるある。だからアフリカの気持ちが分かるって書いて崩しちゃったとか、そう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 、行かなくなっちゃうと本末転倒になっちゃう、はい、定期買わないで、そう、定期買わないで資金を取り崩して、はい、結局学校行かなくなる3分の1しか稼働できなくなる、ね、そういうことですよ、うん、それ本末転倒だよねっていう、はいはい、だからやっぱりね当たり前なんですけど、うん、余裕のあるインフラっていうのはやっぱり致命的に大事だなというのは、はい、本当にこの話聞いてやっぱ感じましたね。確かに、ね、はい、いや、インフラ皆さんしっかりしましょうよ、うん、はい、自分の周りだけでもね、うん、本当に大事ですよという、クズはいるよねそれはなんかアフリカはクズだと言わんばかりじゃないですか、先進国にもクズはいるということですよ。そういうことですね、はい、戦略的になるためにですね、音声講座を聞いていただいた方が体系的にやってますので、はい、よかったら聞いてくださいっていう、累積順次戦略についての新しい講座ができました、はい、ぜひ、はい、よかったらこれを聞いていただけたらと思います。戦争では
両方やった方が勝つ確率は高いですよと、特に累積があった国の方が強いですよね、はいはいはい、いうふうな話なんですけど、ね、戦いにおいてね、まあ、人生においてもですね、あのこの両方あった方が強いですよということで、どういうふうに使っていったらいいかなんかもやってます。あの期間限定音声も入れております、はい、まあ、ウクライナ戦争についてね、各国どういう累積戦略と順位戦略をやってるかというのも出しておりますので、はい、ぜひ、聞いていただけたらと思っております。